作ります。耐熱の器に卵を割って軽くかき混ぜます。電子レンジ500ワットで1分半加熱してフォークで軽く潰します。刻んだたくあんを入れます。マヨネーズを大さじ2杯加えます。生クリームを大さじ1杯加えます。よくかき混ぜましょう。ちくわを縦半分にカットして卵のソースをのせていきます。上からパン粉を振りかけてトースターで焼き色がつくまで焼きます。はい、焼けたちくわの上にミニトマトをのせて粉チーズと黒胡椒をかけて完成です。ぜひ皆さんも作ってみてください。